2023年4月、娘リンダと孫娘アリサ、日本の旅、その4、4月13日、はとバスツアー。羽田エクセルホテル東急の朝。朝食はホテル館内のフライヤーズテーブル。2500円のビュッフェ、コスパが悪いと家内には不評。でも早朝5時からやっており便利。東京モノレールで JR 浜松町駅へ。8時13分モノレール初体験。レインボーブリッジが見えました。手前左側のビルは芝浦アイランドケープタワー。 JR 浜松町駅で山手線に乗り換え、山手線で JR 東京駅へ。新幹線に追い抜かれました。風が吹く無人の駅、一人。8時50分東京駅着。プラットホームの数は日本一。在来線が地上5面10線と地下4面8線。新幹線が地上5面10線、地下鉄は地下1面2線、計15面30線。東京駅丸の内駅前広場。駅舎は日露戦争終結後の1908年から建設工事が本格化し、6年の歳月をかけ完成。丸の内ビル街を抜けて皇居外苑へ。帰り着くふるさとよ、優しく包んでくれ。今の9時和田倉堀。橋は和田倉橋、左側のビルはパレスホテル。孤独の白鳥1羽。傷ついて分かったこと。あとはお友達。上がりの僕、まがいもので、幸せなどつかめないこと。和田倉噴水公園へ。ざわめく都会の中。9時8分和田倉噴水公園。急いで自生樹林の木立、大型の噴水、トイレ、そしてレストランがある国立公園です。和田倉橋へ。
9時14分和田倉橋。優しく叱ってくれ今のこの僕を。再び和田倉噴水公園へ。満開の桜が迎えてくれました。桜田二重櫓から帰郷門へ。前方に桜田二重櫓。振り返ると丸の内ビル街。9時25分桜田二重櫓。9時28分帰郷門。皇居前広場を通り皇居正門へ。9時36分皇居正門前。二重橋皇居正門鉄橋。皇居正門前。桜田門に向かっています。皇居正門。眼鏡橋皇居正門石橋。白鳥と別れを惜しみつつ。桜田門外へ。桜田門を抜けると霞が関のビル街です。9時53分桜田門外。明治維新の6年前江戸幕府の大老井伊直弼はここで撃たれました。日比谷堀東京駅に向かっています。帝国劇場。東京ミッドタウン日比谷。
日比谷堀東京駅はとバス営業所に向かっています。東京駅はとバス営業所からはとバスで浅草寺へ、米久本店で牛鍋ランチ。米久は創業130年の老舗。コスパ抜群の牛鍋ランチ。11時40分、牛肉の多さにびっくりポン。これで4人前です。食後、浅草寺に向かっています。手前は社協供養塔、奥は淡島堂。12時29分、五重の塔北面。左に浅草寺本堂、奥に東京スカイツリーが見えます。浅草寺本堂、仲見世商店街を通り雷門へ。12時38分、本堂前上香炉。五重の塔正面。仲見世商店街、12時58分、雷門。仲見世商店街を通り北道を戻りました。仲見世商店街、宝蔵門、五重の塔、浅草寺本堂、バスで東京スカイツリーへ。東京スカイツリー高さは634メートルで、タワーとしては世界第一。高さ450メートルの東京スカイツリー展望回廊、円形は黄砂で霞んでいました。西方向、浅草寺に仲見世商店街。南方向、隅田川の先に月
島晴海豊洲。北方向隅田川とその先に荒川。南西方向丸の内ビル街の先に黄砂に霞んだ東京タワー。江戸東京博物館の隣の小さなビル、我が母校西大第一中学校。東京スカイツリー4階、東京ソラマチ立ち食い梅干し屋。3時20分、大好きな梅干し食べて、そして買いました。4時21分、歌舞伎座。5時30分、羽田エクセルホテル東急に戻りました。ホテルの部屋の眼前に C 滑走路。特別塗装機スターワーズ。エアドゥロコンジェット北海道右面。エアドゥロコンジェット北海道左面。ジェット2。アナ鬼面の刃ジェット1。